皆さんこんにちは、食と農の探究クラスの NPO 法人農家の個性ネットワーク、脇坂と申します。秋学期はですね、農業クラス食と農の探究ということで、食べるという部分と、裏側にある農業について学んでいきたいと思います。農業ではですね、実際に農家さんに、講師になっていただき農業の話もしていただきます。またですね、フィールドワークではこちら今ご覧いただいている群馬県川場村でですね、春学期から田植えをしてますので、ここでですね、最後稲刈りをしていきたいと思っております。もうすぐですね、大きくなって稲刈りができるかなと思いますので、ぜひ当日皆さんで稲刈りをしましょう。またですね、食べるという部分では秋の味覚をですね、授業中にいろいろ食べていただきながらですね、実際にその農作物のお話とか、その裏側にある背景とかをいろんなことを学びながらですね、楽しんでいただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。